はい、ジェアオク選手の試合でしたけれども、はい、今振り返っていかがでしょうか。うん、思いっきり、パンチ当たって、まあ、ぶっ倒れるかなと思ったのが何回もあったんですけど、やっぱりもうあいつもチャンピオンし、ごっつ打たれ強いし、やっぱ強いなと思って、もう自分も舞い上がってもって、まあ、相打ちでもうなんか打っちゃったろみたいな、もうこっちもなんかまあ楽しくなって、まあ、正直もう楽しい試合でしたね。もうお互いあいつも打ってきてくれるし、俺も打っちゃうし、まあ、あとはもうもっと自分で修行して、ね、あの要所要所でもっとパンチ速いの打てるのとか、ほんでもうやっとこんな試合ものすごいチャンスもらったんですけど、ほんまにほんまに悔しいですね。まあ、実際に戦ってみて、ジェアオク選手の印象というのはどうですか。いやもう、前後の動きがまあ速くて、まあ、やっぱ強いなと思いましたね。もう思いっきりパンチ、ドア頭当たってんのに、うん、倒れへんし、蹴りもハイキックで終わったなと思ったのも倒れへんし、うわ、強いなって思いながら、もう自分ももうほんまに、ね、あの全力出したかって言ったらまだまだやったんですけど、ゴッツも、ね、気持ちいいパンチも当たってたし、相手となんか、まあ、生き方は全然違うんですけど、ね、こう分かり合いだかなとか思って、もうあいつも男だったなと思って、ゴッツ楽しかったです。今回結構、まあ、イエローカードが出るなど、なんかちょっと ラッファなところもあったと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。もう、ね、相手 もうチャンピオンだから、自分のも持ってるもん全部出さなあかん思って、もうなんていうんですかね、もう最初からもうほんまもクリンチの時とかもうなんかルールがね、キックルールなんで、やっぱりもうクリンチとかもないし、自分がやってるルールと全然違うから、もうごっつやりづらかったんですけど、まあ、最終的にやっぱりなんか蹴りとかも出てもうたんですけど、まあ、あれはあれでもう自分の色なんで、はい、もう倒せなかったことだけはもうほんまに悔しいですね。普段は割と総合ルールというか、そういう感じですか。普段もうちのルールはもう突きも肘も寝てからのパウンドも踏みつけも全部ありなんで、ただ単に寝技がないだけの超打撃ルールなんで、もう言ったら全然あいつのパンチはもうね、俺なんか踏みつけとかに比べたら全然痛なかったんですけど、やっぱりこうなんか何ですか、ルールがあったらやっぱり自分のほんまに何ですか、突進とかそういうのもなんか出えへんかったし、まだもっとね、いいところ出したと思うんですけど、もっともっとこれから勉強して修行して、ね、どんなルールでも勝っていくような男になりたいですね。場内からは結構声援が大きかったと思うんですけれども、その辺は支えになりました。やっぱ地元はもうサンモのファミリーとかそれ以外のファミリーがほんまに多いんで、もうなんか使命感っていうか、相手が日本チャンピオンや強いやって思うんですけど、やっぱりなんか声援がやっぱりほんまに今回ごっつ力になって、ね、まあ、あんだけのチャンピオンやし、ね、人気もあるけど、今回はもうなんか俺が飲んだろうっていう気持ちになって、やっぱり声援の力ですね、全部は後押しになってくれましたね、声援の力。やっぱりこう地元でやっぱりまあなんていうんですかね、やんちゃ坊主なんかの、ね、気持ちっていうか気合が、この試合でもう認めてもらえたら嬉しいなと思うし、俺なんかの根性とかね、生きてる環境、修行してる環境をちょっとでもなんか、あいつら根性入ってるなみたいな思ってくれたら、ごっつ、まあ、今大会出た、あれは何ですか、今回、うん、まあ、これ難しいな、まあ、そういうふうに認めてもらったら嬉しいです。
結構入場パフォーマンスも派手な感じでやられてたと思うんですけど、あれは今回いつもああいう感じなんですかね。いつもです。もう試合前ロックスターなんで、自分のも世界や思うぐらいテンション上げていくんで、はい、ガツンになります。じゃあ今後の目標はちょっと今分かるか分かんないんですけど、あったら教えてください。いやもうね、今回こんだけでかいところでやってテンションも上がって面白かったし、正直自分の力もやっぱりすげえなって思うし、全然通用してるし、ね、もう裏と表ほんまに天下統一するぐらい、ね、強くなって修行して、もっとキックルールにも慣れてやっていきたいですね。もう正直喧嘩やったらここにいてる誰よりも強いと思うし、その強さをもっとキックルールに自分なりに色に染めて練習して修行して、はい、今度はもうまたオファーがあるなり何年するんだったら、今度はもっと強烈なパフォーマンスも、あと強烈な強さ、もっともっと強くなって修行して、日本のなんてスポーツマンドもぶっ倒していきたいですね。お疲れ様でした。今までと違って構えとかもちょっと変則的だった、まあ、練習してきたなっていう感じが見えたんですけど、あれはどこからヒントを得たりとか。いやもうあれはもうほんまに自分でリズムを取って、もう正面衝突しかないなと思ってたんで、もうこの勢い、なんていうんですか、あいつも前後に勢いつけるし、さて俺もリズムを取って来た瞬間にお互い思いっきりパンチ当て合って当たったもん勝ちかなっていうぐらいに気持ちいいで、そういう感じでイメージして練習してたらああいう形になって、はい。じゃあ、 今回向けのっていうこと。いやもうこれからなんか勢いもつくし、あれからああいう形でずっとなんか言うたらほんまにこう踊るように戦いたいなと思って、それでなんか強烈なパンチキック出せてたらもっとかっこいいなと思ってまして。あれ髪型は今回は、いやもう今回ね、これが最後だと思うぐらいの覚悟で、もう自分もそのぐらいの覚悟で来たんで、髪の毛伸ばしてチャラチャラしてもしゃあないなと思って、思いっきりこう、ね、自分のパワーぶち込めるように気合入れてきました。はい、ありがとうございました。今後表の格闘会も制覇しているということですけども、体重的に80キロ台くらいということで、どういう舞台で戦っていきたいですか。マックスだと70キロになるわけですけども、はい、いやもう70から80の間だったら何歩でも体重調整できるし、言うてくれたらもう修行してまた力、面白かったですね今回、また打ち合いたいですわ、思いっきりどつけるぐらい強い相手と。70まで減量できる感じですか。70まではもう全然、言うてくれたら70も絞るし、K-1 ルールでも、総合ルール、MMA ルールでも、はい、って感じですか。やっていきたいですね。